こんにちは、えっ、ー、と雄星卵です。えっ、ー、とこれはあのえっ、ー、と今年の、えー、秋に、えー、うちの畑に生えてきたまあ鬼ふすめという名前のえキノコですけど、えっ、ー、と10月の22日に、えー、昨日でしたけどあのそろそろねもう あの完全体になってるかなと思って、えー、見に行って、えー、完全体になっていることを確認して取ってきたものです。うんあのこ所々ねあの穴みたいなのが入ってるんだけどこういったのはもうちょっと白くて若い時に舐め口に舐められたあの部分だと思います。うんこのキノコは あここがもうすでに裂けてきてるんだけど、うん、この中が綿状になってて胞子がたくさん詰まっています。うん、そして根部、えーねね、だけどここが、うんえー、と地面とつながってる、えー、と根っこの部分だと思うんですけどねまあ,あの普通の。 植物とは違って金,金の仲間なんだけど、うん、一応根部をちゃんと持ってるし、えっと椎茸とかで言ったらえ石突きの部分ですかねこの辺が。で <laughs> あの傘を持たない、うん、キノコなんだけどあのこれはこ,この、えっと、お僕のおじいさんが教えてくれたのはえっと 人に役に立つあの方法はこ,このね破れた部分から少しずつこうわ綿,綿部をねこういう風につまみ出してれ切り傷などにねそれを貼り付けると本当にね切り傷生傷のね治りが早くなるということで、うんえー、と教えてもらったものですうんなんかこの 傘を持たない形状が、うん、あの球体の形状がねまるで、えー、と宇宙人の,あのグレーとかのね頭部をも思わせるような、うん、形をしていて、えー、と本当にこれなんかメッセージ性のある、うん、存在だなっていうのをね感じました。 うん、今年はとても暑い夏だったので、うん、近年暑い,暑い夏が本当に増えたのでねあの本当に急にこういうものがあの気まぐれに生えてきたりすることがあるんですけど、うん、あの冷夏だったりりする場合はあまり生えてこないんですよね、うん、冷夏っていうか涼しい夏はこういうのはあんまり生えてこないんだけど暑い 年、うん、とかこう気まぐれに生えてきて人の目を驚かせますね鬼ニフスというキノコのようだけど、えー、とこれねあの地球外のねどっか、うん、腰からこの,あの元となるね、うん、何かがやってきてそれで地球に根、ね、を下ろして 出てきたのかなとか、いろいろ想像させられます。<laughs> 不思議な、うん、キノコですね。何か意味がある存在なのかもしれません。とりあえず以上です。お疲れ様です。